しますのはヤマハトラックスター400のご紹介となります。はい、こちらの車両ね、ご覧の通りもうね、マットブラック、全身マットブラックに統一された車両です。そしてですね、カスタム化車を非常にふんだんに使っております。渋くね、決まった車両となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、ヘッドライトです。小型のね、高段型、ヘッドライトとなります。大きなね、レンズ割れやね、塗装剥がれ、そういったものもございません。そしてですね、こちらトップブリッジ周りですね、こちらもね、日焼けとかね、天サビ、白サビ、そういったものもね、特段ございません。ハンドルは Z バーハンドルに変更となっております。非常にね、シンプルでね、カスタムしっかりと決まっている一台ですね。はい、そしてね、フロントオークですね、こちらもね、天サビや周サビ、そしてね、転倒によるね、傷、そういったものございません。もちろんね、オイルにじみ、そういったものもね、出ておりません。はい、それではね、足回りご紹介です。はい、フロントはね、19インチのスポークホイールとなります。ブラックのホイールですがね、大きな削れや曲がり、そしてスポークホイールでね、そういったものもございません。ブレーキです。シングルディスクですがね、サビ移植、キャリパー固着、そういったものもね、今はございませんね。はい、それではね、サイド回ってエンジンですね。はい、空冷のですね、2気筒エンジンとなります。ヘッドからのね、オイルにじみ、そしてキャブレーターからのガソリン漏れね、そういったものもね、見受けられません。エアクリーナー、こちらもね、転倒によりね、傷、そういったものございませんね。はい、ではね、ステップです。はい、こちらもね、オリジナルステップですがね、大きな削れ曲がり、そういったものございませんね。はい、そしてマフラーです。ドラッグパイプマフラーですね。サウンドが非常に楽しみです。後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア足回りです。はい、こちらもね、フロント同様ブラックのスポークホイールとなります。大きなね、ガリ傷曲がりもちろんございません。はい、ではね、リア周りご紹介です。はい、シングル仕様のね、シート、モバシートとなります。そしてね、ウィンカー LED のね、ウィンカーで小型のウィンカーに変更となってます。そしてね、ナンバーです。左サイドにね、移設となっております。非常にね、カスタムをしっかりとしております。はい、タックです。はい、転倒によるね、大きなへこみ傷、そういったものございませんね。はい、タンク内ご紹介します。はい、タンク内です。はい、大きなね、サビ移植ね、もちろん出ておりません。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。はい、メーターはね、カスタムされておりますね。浮き上がります。はい、ではマフラーします。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、アメリカのね、空冷2気筒のエンジンさんということですね。ぜひカスタム仕上がった